諸君らのような犯罪者を有効に利用した功績により召喚は勲功を賜った。一方で諸君らの中に命令に対する者があれば独房が待っている。それを忘れないことだ。不満を述べる自由すら諸君らは囚人となる身を選んだ時に自ら捨て去ったのだ。さて諸君らの有効利用だ。エルジア領内への強行偵察を実施中のオーシア空軍所属部隊がある。だが事情により帰還ルートが変更されることになった。新しい帰還ルート上にあるインシー渓谷は風光明媚なカルスト地形の奇岩地帯だが、そこの山肌に隠れるように点在する敵のレーダー施設及び対空兵器が脅威となっている。諸君らの任務は自らの危険を顧みることなくそれらを破壊し、この部隊を無事帰還させることだ。ただし攻撃を察知した敵の迎撃機と交戦する可能性も十分ある。そのことも忘れず、まともに飛べる機体を選べ。あいにく天候は最悪だが、出撃を拒む理由にはならない。繰り返すが、諸君らの帰還は重要ではない。強行偵察部隊を無事帰還させることが任務であり、服役囚に期待される罪の償いなのだ。Go!
勝手に墜落してくれるはずだ。スペア15、雲に侵入。敵にロックされている。メソ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 。この風の中、あの岩の間を飛ぶのか。対空砲の破壊を確認。飛行隊機を刺激。雷雲に怯えてる奴らばかりじゃなかったようだ。当たり前だ。後ろ
っさと逃げろ。サイクロプス3すぐ後ろだ。トリガー以外は自分の命を守るだけで精一杯だ。俺は大量に突っ込むことバカだね。スペアフィフティー一瞬にミサイル接近回避せよ。こちらは大丈夫だ。手差し込むよ。
地で彼に会えるか。関わらないことだ。滑走路確認、着陸を許可する。生きて戻ってきたんだ、笑顔をするなよ。あと3000メートル、速度が速い、減速しろ。進入コース適正、その状態を維持しろ。あと1500メートル、してもらわなくてはならんからな。別名あるまで待機しろ。帰ってきた連中が敵にすげえのが現れたと言っている。そいつは恐ろしく無理も無駄もなく近づいてきて、防空戦闘ではそこそこやってのけてた連中が何人かあっけなく食われたらしい。前にじいちゃんに聞いた話を思い出す。じいちゃんが現役だった終わりの頃にもそういう敵が現れて、みるみる目の前で編隊が全滅していったという。深のいる海に投げ出されて漂流する男たちみたいに、水面下から近づいてきて気がついた時には遅い。足を加えられて水の中深く、次々と。今回の敵もそういうやつだったという。にしちゃ帰ってきたはずが多いじゃないか。よその部隊の変態がそんな敵に食われても、こいつらは見捨てて帰ってきた。いや、なんてことだ。2、3機多い。よその機体が混ざってる。護衛大将が撃墜され、にもかかわらず貴様らは帰還した。独房へ行き、そこで自分たちの課長を天秤にかけ直せ。全員連れて行け。そうか、生き残ったパイロットがこの基地に着陸していると。よし、できるだけ丁重に看護してやれ。食事も十分に。彼らの報告が好意的なものとなるよう丸め込まなくてはな。私自身がうんざりなのだ。懲罰部隊指揮官だろという立場には。